ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は DXO マークのスコアが更新されていましたので、そちらについてご紹介したいと思います。そもそも DXO マークというのは何かというと、 DXO という機関が発表しているカメラを動画性能、それから写真性能、それぞれ総合的に判断してどのぐらいの性能かというところを数値化したランキングになります。今回の更新によって、先日 Apple から発売された iPhone XS Max のスコアが登場しています。結果は今画面に表示している通りで、相変わらずランキングトップなのは Huawei の P20 Pro。こちらが109ポイントとなっています。そして新型の iPhone である iPhone XS Max がそれよりも少し低い105ポイントをマークしています。まもなく日本で発売予定の Galaxy Note 9については103ポイント。背面のカメラがデュアルレンズになる P20 については102ポイントとなっています。上位のランキングについては iPhone XS Max が2位にランクインしたぐらいで、あまり動きがない結果となっています。やはり国内外でもとても評価の高い P20 Pro に関しては相変わらず1位をキープしているという形になります。特に細部の描写や暗所撮影の性能、望遠撮影など総合的に見てもこの P20 Pro は優れているとのことです。ですので、カメラでスマホを選ばれる方は iPhone XS Max よりも P20 Pro の方がいいかもしれません。ただ、まもなく Huawei から最新のフラグシップである Mate 20 Pro が発表されると言われています。おそらく Mate 20 Pro はこの P20 Pro よりもさらに優れたカメラを搭載してくると思いますので、とことんカメラにこだわりたいという方の場合は、今は P20 Pro を購入するのではなくて、Mate 20 Pro の動向をチェックしておくのがいいかと思います。例年通りですと、今年も日本で Mate 20 Pro は発売される可能性が高いかと思います。ということで、今回は DXO マークのスコアが更新されていましたのでご紹介しました。なお、この動画の概要欄には、Amazon で購入することができる P20 Pro や Galaxy Note 9等の販売店のリンクを貼っておきます。それぞれ詳細なスペックが気になる方はそちらもチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。